ケリをつけるって何を、誰と。今の私じゃ経験も練習してきた時間も足りない。舞台に立つための覚悟だって全然。でも今はよ。今はと言い訳重ね、生き恥さらした醜い果実。星の闘気に望みを絶たれ、君死にたまうことなく。99期生大バナナ、熟れて落ちゆく定めなら、今君に美しい最後を。逃げても無駄。もう君に星をつかむことはできない。己の星は見えずとも、私は私の道を進むだけに。私の邪魔をするのなら、あなたを捕らえるわ、この狩りのレビューで。ガー目的を見失わず努力し続ける限り、最後は必ず報われる。ゲーテ。空を飛びたいなら立って走り踊ることを学ばなければならない。ニーチェ。自分の道を進む者は誰もが英雄である。ヘルマン・ヘッセ。言葉が私の力だ。響かない、感じない、届かない。そんな言葉じゃあの舞台には届かない。君は美しかった。愚かで熱く美しかった。主役になれないと分かっていても、愚かしくがむしゃらに主役に手を伸ばす姿が眩しかった。眩しかった。ジュンナちゃんが。君は眩しかったよ、星見ジュンナ。どうして過去形なのよ。ああ、泣いちゃった。人生とは自分を見つけることではなく、自分を作ることだ。私は聡明である、自分が無知であることを知っているから。一番の誇りとは失敗を経験しないことではなく、挫折のたびに挫折のたびにダメ、他人の言葉じゃダメ。人には定めの星あれど届かぬ足りぬはもう飽きた。あがいてもがいて主役を食らう99代生徒会長星一純奈、殺してみせろよ大バナナ。幕を下ろして立ち上がらないで、殺してみせろなんて大げさなセリフ叫んだって何も変わらない。私の純奈ちゃんはそんな役じゃない。私の純奈ちゃんじゃない。お前は何者だ、お前は何者だ、星見純奈。あれがきっと次の舞台。遠くても諦めず手を伸ばす星見純奈が主役の舞台。終わったのかもしれない。私の再演が今、私も私だけの次の舞台に。でもいつかまた新しい舞台で一緒に。またね星見純奈。またね大バナナ。燃える宝石のようなきらめき、やっと届いた。ありがとう純奈ちゃん。やっぱり眩しい。泣いちゃった。